2024年4月28日 J1 リーグ第10節ガンバ大阪戦の振り返りをしていきたいと思います。私は太郎丸と申しまして、一時停止して見ていただければ結構ですけど、自己紹介をしておりますということで、いつも通りですね、結果の方から総括最後にというところで話していこうと思います。結果は2対1で勝利でございます。中村さんがね、名古屋戦以来のゴールということで、まあ、正直ね、あんまり期待感はなかったんですけど、ね、左のウィングとして最高のプレーぶりだったなというふうに思います。そして、野々参戦連発ということでね、鹿島さんのサイドバック史上は初のことなんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際どうなのかわからないので、もしよければね、実際はどうですみたいな話をしていただければいいかなというふうに思います。失点はね、もったいない形でしたね。ディフェンスラインのね、形を整える必要がありそうだなというふうに思いました。まあね、安西だけちょっと後ろに下がってて、サイドバックがね、最終ラインの一番後ろになってしまってるっていう状態はあんまり良くないのかなというふうに思いました。対角ね、ロングパスへの対策っていうのはね、しなきゃいけない部分、検討すべきだなっていう部分ですね。何か対策を考えるべきだというふうに思います。まあただ2対1で勝利してますんで、この後ね、総括に行きたいと思いますけれども、まあ良かったです、勝てて本当にほっとしておりますということで、総括に行きます。はい、ということでね、そのまま総括に行きますよ。総括です。プラスマイナスいつも通り書いてます。MVP ですね、ノーノでございまして、まあ決勝点もね、この男なんで、ノーノでいいだろうということで、ノーノに上げさせていただきました。はい、3戦連続でね、結構、サイドバックなのに点を取ってる、まあチームのね、得点ランキングでも3得点で、まあトップタイということになっておりますよということで、名古屋がね、戻ってきました。効果的だということでね、名古屋戻ってきて効果的な部分2つ挙げてみました。ユーマのね、タスクを減らすっていう役割を、こなせる選手だなというのと、改めてね、ビルドアップの出口役にもなれますし、サイドで詰まった時にね、名古屋がボールを受けてくれて、また名古屋はね、それなりに足元の技術がある、それなりというか、まあ、そこが売りの選手ではありますんで、まあ、受け方がいいのと含め、名古屋っていうのがね、確実に鹿島にとって効果的に働いているなというふうに思ってます。中間さんにね、ウイングの適性がということでね、今までないと思ってましたけれども、この試合に関してはね、素晴らしかったですね。以前よりね、外に開いて受けるっていうね、こと、特に安西が孤立してしまうみたいなことが少なくなりましたし、中に行くタイミングも良くなって、外にいるタイミングも良くなりましたね。お外からね、タイミングよく抜け出してくれますし、まあ、これがね、先制点につながりましたしね。で、あと2、3回ほど、お外からタイミングよく縦に抜け出したりとか、裏に抜け出したりみたいなところをちゃんとついてくれてたんで、まあ、さすがに、なんていうんですかね、学んできたというか、ね、ウィングとして起用されることが鹿島で多かったんで、そういう動きができるようになってきたなというところで思いました。まあ、ユーマが受けに行って、その裏っていうのはね、良かったですし、まあ、トップに入る、ユーマが左に流れたりとか、下に下がった時に、トップに入って残っていてくれるっていうのが仲間が言ってくれてたかなっていうのと、サイドにも出てくれるし、まあ、今日は仲間、良かったと思いますね。得点まで取って。まあ、MVP の一人かなというふうに思います。まあ、ただ、まあ、最終的にね、決勝点になったのが野々だったんで、野々を挙げましたけど、中間さんでも良かったんじゃないかな。あとは知念かなっていうところですかね。まあ、この3選手に関しては素晴らしかったなというふうに思ってます。はい、知念がね、すっかりマルチなディフェンシブミッドフィーダーになってしまいましたよ。DMF だね。DFM じゃないね。MF ミッドフィーダーですね。ディフェンシブミッドフィーダーになってくれました。潰し役にもね、かなり、危険な場面をね、切り抜けました。出し手にもね、受け手にもなります。ボールをね、引き出すこともできましたし、出す場面もありましたね。中間さんに出したロングバースなんて最高でしたねっていうところなんですけど、それもね、受け手になった時も、安易にフリックをしたり、しない。体を張ってボールを、繋いでくれる場面を
見て、あ、これだよ、これというところで、やっぱりね、あそこで戦ってくれるのがね、知念の良さかなという部分と、思いましたね。まあ、知念、今日の試合に関してはめちゃくちゃ良かったかなというふうに思いました。もうすっかりディフェンシブミッドフィルダーの選手になってしまいましたね。フォワードのやり方も忘れてしまってる可能性ありますね。まあ、あとね、良かった点、意図のないフリックがなくなりましたね。まあ、意図あるところで行ったフリックはね、綺麗に攻撃につながっておりました。今まではね、自分が苦しくなった場面でキープをしないで、まあ、私がサイドでボールを受けた時に気になってたのが、まあ、中にフリックする。まあ、中にフリックすると相手に、のね、ボランチとかセンターバックが拾えて、味方に、うちの、鹿島の味方につながらない場面では、相手のディフェンダーに拾われてしまうってことが多かったんですけど、今日に関しては、サイドの選手が、基本的にボールをもらったら、持つか、後ろに下げるか、ファールをもらうっていうところで、無駄にフリックをしなかった。ここが大変良くなった部分かなというふうに思います。ただ、フリックをした場面も当然あったんですけど、ここはね、綺麗にね、ボールがつながって攻撃になっていたんですよ。いや、それですよね。そこの、なんていうんですかね、今まで受けて、ファールをもらうとか、そういうことをしないでバックパスしちゃったりは、まあ、別にいいんですけど、フリックをね、して、仲間と合わないみたいな場面があったのが、今日はね、合ってたし、行った場面でほぼ完璧に攻撃につながってたっていうところを見る。で、試行回数も減った。むやみにやらなくなったっていうところで、本当に意図のない、意味のない、フリックっていうのがなくなったんでね、これがね、良かった部分に挙げられると思います。そしてマイナスな部分ですね。ポポの采配に疑問がちょっとあります。ユーマを引っ張る必要があったのかっていうところですね。まあ、ポポさんはね、インタビューでユーマは変えないよっていう話をしてたんで、次もスタメンで来るのかもしれないですけど、中身はね、私有料会員じゃないんで見れないですけど、まあ、ちょっと、まあタイトルと数字、何文字か読んだ感じだと、そんな感じでしたね。相手にね、陣地で奪われていた。相手に陣地を奪われていた。後半40分ぐらいの話なんですけど、ここで陣地を回復したかったですよね。まあ、結果的にはなんとなく回復したりとかできたんですけど、もっと回復を早めたりとか、まあ、耐える場面を減らすには、柿田の投入は検討すべきだったんじゃないかな。まあ、してないってことはないと思いますけど、柿田を投入してよかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ユーマも疲れてたし、ちょっと足つってるっぽかったんですけど、続けさせたっていうところで、まあ、柿田入れてあげてもよかったんじゃないかなと思いますけど、まあ、結果勝ってるし、まあ2対1なんで、あれですけどね、結果勝ってるんで、まああまり疑問に思わなくてもいいのかなとは思いつつも、まあユーマ引っ張る必要があったのかって言われればなかったんじゃねってちょっと思っちゃいますね。で、保持も非保持もね、まだまだやれることはいっぱいあると思います。いろんな要素でやれることはあるんですけど、まあでもそこまでね、今日の試合にはマイナスで感じてはないですけど、まあでも、まだまだやれることはあるかなっていう。特に非保持は気になる場面は何度かあって、もっとプレッシャーかけたいなとか、かければ、ね、今ビルドアップがうまくいってない時間帯、ガンバがうまく運べてない時間帯にわざわざ相手に運ばせる必要ないから、ちょっとプレッシャーかけてやれば崩れるなとか、そういう判断がちょっと甘いかなっていうところはありましたけど、まあそれでも、まあいつもよりは良かったんじゃないですか。で、フリーキック、コーナーキックのキッカーです。マイナス点です。樋口のね、キックがね、今年なかなかハマっておりません。地震なのか、ボールのせいなのか、よくわからないですけど、私の中では、まあ、他のところのボールの扱いとか見ても、ボールなんじゃねえかなって思ってます。地震云々っていうか、ボールがうまく、去年ほどいいボールじゃないんじゃないかな、樋口にとっては、というふうに思っております。はい、そんなような感じですかね。最後に、次の試合は金曜日でございます。練習しましょう。湘南ベルマーレ戦が、5月3日にあります。今のところ行きたかったんですけど、コンサートが予想されるんで、行くかどうか迷ってたんですけど、今日ね、またゴールデンウィークの渋滞予想の、図解をですね、私の奥さんが、奥さんというか妻ですね、妻が、山鹿の試合に行ってもらってきたんですけれども、ちょっと行けそうだなって思っちゃったんですけど、どうなんですかね。ゴールデンウィークやっぱ混むかな。
迷います。首都高は通るつもりないんで、なんかぐるっと上から回って抜けてっちゃおうかなと思ってるんですけど、どうなるやらですね。まあ、混んでたらね、嫌だなとは思いつつ、行ければ行きたいし、みたいな感じです。行ければ Vlog やりますけどね。はい、最後、そして、チャンネル登録とね、高評価をよろしくお願いします。励みになりますんで、ぜひともということで、まあ、ぜひ、しといてください。どうせ見るっていう人は。はい、特に有料会員じゃなくてもできるはずなので、どうせ見るよ。この振り返りどうせ毎回見てるわっていう人はしといてください。ということで、4月28日 J1 リーグ第10節の、ガンバ戦振り返ってきました。まあ、10節でね、勝ち点16ですね。まだまだ、ちょっと足りない部分はありましたけど、10節で16で終えられてる。上と3つしか離れてないってことを考えれば、まあ上出来ですけれども、もっと勝ちはね、取れたかなっていう試合もありましたし、負けなくてもいいだろうっていう試合もあったしね。っていうことを考えれば、まだまだ鹿島は成長途中だと思いますんで、次の試合はね、勝って連勝といきましょう。はい、皆さんも頑張って応援しましょう、一緒に。ということで、さよなら、じゃあね。